日本鹿児島県鹿児島市ふるさと町ふるさと町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島郷、ふるさと村、鹿児島郡東桜島村、大和ふるさと。郵便番号は891-1544。人口は103人、世帯数は66世帯。桜島の南部に位置する。町域の北方から東方にかけて、有村町。 西方は東桜島町に接し、南方は鹿児島湾に面している。町域の大半が江戸時代の安永年間に発生した安永大噴火によって噴出した溶岩に覆われている。ふるさと町の海岸にある断崖にはアーやタブノキなどの樹林が形成されている。町域の南端に国道224号が東西に通っており、海岸沿いには ふるさと温泉がある。ふるさと町の一部が国立公園である霧島近郊湾国立公園の区域に指定されており、第二種特別地域、第三種特別地域、普通地域から構成される。ふるさとという地名は、江戸時代より見え、大隅国大隅郡桜島里のうちであった。三州五地西洋欄によれば、湯の村より分割され成立したとされ。 天明三年頃に、ふるさと村が湯の村から分村したとされている。測量家である、井の唄だが桜島を測量した、文政七年には、湯の村のうちであったと記されているほか、薩摩藩によって編纂された知事である、三国名勝図へ、にもふるさとは、湯の村のうちであるという記述がある。村高は、急行休業取調べ庁では三十一国余り、 三州五地西洋欄では四十国余りであった。安永八年に発生した安永大噴火では噴火口がふるさと村と高面村に現れた。ふるさと村の家々は飛来した火山弾によって消失した。住民はキーレや鹿児島城下へ避難した。南林寺町にある南林寺寺の桜島年亡令等の日によれば、 ふるさと村の死者は6名と記されているが、天命5年に、ふるさと村に建てられた墓碑によれば20名とされている。金入れや鹿児島城下へ避難した住民らは、噴火が落ち着いた後隣接する湯の村に2年から3年ほど住んでから、ふるさと村に戻ってきたという。この噴火によって湧き出した温泉は後に、ふるさと温泉となり、当時客などが多く訪れたという。 1887年4月2日には、鹿児島県下文郡の県により、大隅軍が南北に分割され、ふるさと村は北大隅軍の所属となった。大正大噴火後のふるさと集落1889年4月1日に、松村制が施行されたのに伴い桜島の東、半分の区域にあたる湯の村、野尻村、ふるさと村、有村、黒上村、 高面村、瀬戸村、脇村の区域より、北大隅郡東桜島村が成立した。それまでのふるさと村は、東桜島村の大技、ふるさととなった。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並群海変更及び軍、廃よ法律によって、北大隅郡が、鹿児島郡に統合され、東桜島村は、鹿児島郡のうちとなった。 1914年1月12日に桜島の爆発が発生し、噴煙は高さ約1万メートルに及んだ。爆発当時のふるさとの人口は571人、個数は76個であった。ふるさとの住民は前日11日から避難を開始し、噴火時にはほとんどの住民がたるみへ避難しており、犠牲者はなかった。噴火後、ふるさとに設置されていた。 海進小学校は2月24日に授業を再開した。また、避難したふるさとの住民のうち1個は、北朱志村、9個は、花里、5個は、宮崎県雛、守る、正木の勧誘地へ移住したほか、種子島の安納にも、任意移住した。ふるさとの温泉街は、大きな被害を受け、旅館1軒、下宿屋1軒が残るのみとなったが、昭和初期までには、 月宿屋が9県となり復興した。1929年には、ふるさと温泉の入浴者数は、年間2000人前後であった。1950年10月1日には、東桜島村が、鹿児島郡石木村とともに、鹿児島市に編入された。同年10月18日に、鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の国示である。 鹿児島市の一部大技の変更により、東桜島村が鹿児島市に編入された10月1日に、大技ふるさとの区域より、新たに鹿児島市の町、ふるさと町が設置された。1960年1月19日には、桜島が連続的に爆発し、ふるさと町では人頭台の噴石が多数落下した。1963年にはたびたび飛来する。 噴石によって旅館の窓が破損する被害が相次いだ。1972年10月2日には噴火によって巨大な噴石がふるさと海岸付近に落下したほか、林文,子文学碑では山火事が発生した。1984年4月19日には豪雨によって第二ふるさと川で土石流が発生し下流のふるさと温泉にあるホテル六棟が 被害に遭い、被害に遭ったホテルの一部は倒産した。1992年には、噴石被害が多発した隣接する有村町の住民の移住が行われ、1世帯3名が、ふるさと町に移住した。2018年7月7日に梅雨前線の発達により発生した、平成30年7月豪雨では、ふるさと町で崖崩れが発生し2名が死亡した。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立海進小学校跡ふるさと町には2021年現在では教育施設は存在していないが、かつては鹿児島市立海進小学校が設置されていた。鹿児島市立海進小学校は かつてふるさと町262番地にあった私立の小学校である。1879年にふるさと小学校として設置され、1892年に海進小学校に改称した。1950年に東桜島村が鹿児島市に編入されたのに伴い、鹿児島市立となった。 1989年5月1日時点の児童数は12名であった。1997年4月には児童数の減少に伴って休校となり、2014年3月をもって正式に閉校となった。私立小中学校の学区は以下の通りである。ふるさと公園から国道224号を垂水方面に臨む鹿児島市立海進小学校に、 関するカテゴリー、ありがとうございます。